皆さんこんにちは非常識な教室経営コンサルタント高橋孝子です本日のテーマは自宅教室の先生がお金を稼ぐブロックを外した方が良い三つの理由ということについてお伝えしていきたいと思います、えー、お金と稼ぐの関係っていうテーマは結構私いろいろお話をしているんですけれどもそれでもですねあのなかなかこう稼ぐ っていうことに対しての罪悪感を持っていたりとかあとは何な,なんていうのかな発したないとか <laughs> そういう概念を持っている方がやっぱり教室の方が先生って多いんですよねあのまあそういう多分文化を親の世代が植え付けてしまってるからそれで育っているのでなんかお金持ちイコール悪い人みたいなまあ、そういう感覚がある人が多いのかもしれないですけどね それを言っちゃうとなんかがめつい先生と思われると嫌とか、まあ、あのそういうマインドブロックとかもあるかもしれないんですけれどもとはいえですねあのそういうふうに言われてもそれでもコンサルタントだからっていうわけじゃないんですけどもあのお金はやっぱりですねツールとしてあった方が絶対にいろいろな選択肢が増えるからいいと私は思っているんですよ。 であの、稼げない人っていうか稼ぐことに対して躊躇をする人って実はお金がたくさん入ることに対して躊躇してるんじゃなくてそこに対して、まあ、例えば人からどう見られるのかとか自分があそれをする要は稼ぐことによって失うものがあるんじゃないかと思っていることに対してのブロックの方が。 大きいいいいんじゃななのかなという,ふうに思っていて今日はなんかそんなところの解説とあとはブロックをなぜ私が外した方がいいのかっていうことをですねちょっとお伝えしていきたいなっていうのが本日の動画になっておりますはい、ではですね問題に入っていきたいと思いますまずですねあのお金を稼ぐブロックを外した方がいい大きな3つの理由っていうの3つがあるんでこれ先にお伝えしますねまず1つ目は 単純に人生の選択肢を増やせるからです。はいまあとで解説しますけど、まず一つ目がそこですね。二つ目が、えー、家族ですね。家族、例えばお子様とか旦那さんとかに優しくできるからです。稼げる方がですよ。はい、でこれが二つ目です。三つ目が、えー、生徒さんにその稼いだお金を還元できるからです。はい だから基本的には稼いだ方がいいというのは大きなこの3つの理由があるからですはいであのー、その稼ぐとどういう風になっちゃうかっていう恐怖とかを抱く部分のまあ、ブロックも勘違いっていう部分が多いのでそちらも合わせて解説をしていきたいと思いますえっ、ー、とまず一つ目なんですけど人生の選択肢を増やせるからっていうことなんですけどこれはですねあのー 稼ぐことに躊躇をしている人ってうん私の感覚からすると、えー、そんなにお金が困っていないタイプ要は裕福な家庭に生まれていてお金の苦労をしたことがなくって貧乏という経験をしたことがないからお金がなくてもいいという余裕なことを言えるっていう状態ですね。 <laughs> はい、あのこれはい、いい意味でも悪い意味でも両方あるんですけどね要はじゃあ例えば親のお金がある親の家があるって言った時にじゃあそれが全くなくなってあなた1人で人生勝負できますかって言ったらできないっていうのであればそれはあのずっと続くものではなかったりとかしますよね。まあ、会社もそうなんですけど あの一流企業に入ったからといって永遠にそのお給料とその地位があ保証されているわけではないんですよね、特にこういう世の中では。まあ、先日もご相談に乗った方があの金属数十年勤めている方なんですけど自分のやりがいを持って気に入って働いていた場所が閉鎖する。だから えと違う部署でも働き続けるなら会社に残してあげるだけど辞めるんなら早期退職でって言われて早期退職を選んでる方とかいらっしゃるんですけれどもあのー、人生においてですねあの就職したから安全とか結婚したから安心とかもうそういうことはさっぱりない世の中なんであのー、自分で稼げる力があってでパートナーともどうする。 いう自立した状態自分で稼げる力もあってお子さんをどうにかしてあげるとか要は人生の選択肢が増えるんですよね単純にツールとしてお金があれば例えば、えー、と何か習い事を自分がしたい <laughs> あとお子さんにさせたいって言った時にお金があればできるじゃないですか海外留学まあ、お子さんが自分で食べていってもらうっていうのもいいと思うんですけどさせたいって言った時にポンと100万円とか200万円 出してあげられる状態を作っておくっていうのを何よりは絶対あった方がいいじゃないですか例えばもっと大きな買い物で言うと家ですね例えば家を買うとか家私もあの去年全面改装しましたけどそのお金1500万ぐらい自分で出してるわけですよだからそういうことができるとまあ、人生の選択肢が増えるし旅行とかもあの好きなところに行けたりとか えー、例えば、ね、美味しいものが食べて専用露天風呂があってっていうお部屋に、ね、あるようなちょっといわゆるちょっと高級旅館っていうところに泊まりたいって言ってもお金があれば泊まれるじゃないですかあの日付再どうにかなればねだから稼ぐっていうことに関してはその自分が自分とかあとまあ自分の周りの人っていう、まあ、家族っていうところも含めてもあれをしたいこれをしたいって言った時に対価で払う そのものもがあればだから全てがお金が全てとは言いませんよあくまでも幸せになるためのツールとしてあればいいって思ってるから逆に執着しちゃいけないと思ってるんで私はお金の手羽根がいいようにお金もバ,バンバン使うんですけれども貯蓄しながらもお金バンバンン使ってますだから両方それができるようにってことはそれだけの量を稼げばいいだけの話になりますよね。 だから、あのー、稼ぐことを躊躇する人っていうのは本当にお金に困ったことがないんじゃないかと思っていたりとかあと人の目が気になるとかねなんか、あのー、そ,そういうお金を搾取しているように見える自分が嫌とかっていうお金に対して嫌悪感がある人のところってお金って寄っていかないのであの一生稼げないですそういう人ってだからまず自分がお金を好きになった方がお金は入ってきます。 でそれによってまたお金を飛ばしてあげればいいだけの話なので,でそのお金に対してブロックある人ほどお金の使い方がケチだなっていうあの感覚がすごくありますすっごいちっちゃいお金の支出をめちゃめちゃこだわるんですよねあの確かに何て言うのかな必要なものは必要で使った方がよくって占める部分は占めた方がいいんですよだけどあの例えばビジネスで 例えばそのお金を使うともっと認知度が上がったりもっとお客さんが喜ぶのにっていうところには出し惜しみするのにあの自分の快楽と娯楽ですねそこのところにはものすごくお金を使う人とかもいるので,でそういう人に限ってああの稼ぐこととにマインドブロックがががるとか言っておきながら借金が多いんですよだからそれってやっぱり悪いスパイラルスパイラルだなというふうに思っているんですよね。だからあの 稼ぐっていうことに対して躊躇する理由は、えっ、ー、と自分に対してコミットメントしなくちゃいけなくなっちゃうから、それをしなくて済むような楽なところに自分を置きたいから、私は稼がなくてもいいとか言ってるんじゃないかなっていうのも多く感じるところですね。あとはあの忙しくなっちゃうんじゃないかっていうふうに勘違いしている人。あの逆なんですよ、実際。稼,稼ぐほど、 あのお金がうまく回るようになってお金がお金を生んでくれたりとかっていう方向にお金を動かすこともできるからむしろ時間作れますあの時間作るといろんなことできるようになるのであの稼ぐと忙しくなるのは出だしの頃ですねその出だしの頃は頑張らないといけない確かに。である程度行くとお金でお金を回せれる状態になってくるとあのかなり体は楽になってくるので本当に行きたいところに動けたりとか。 やりたいことをやれたりとかそれがプライベートでも仕事でもですよ仕事でもということは好きな仕事しかできないっていう選択肢も取れるようになるんですよお金が稼げれるようになるとだから、あのー、人生において稼ぐっていうことをしないという選択肢を取る方がすごく損が多いなっていうのは個人的に感じているところですなぜならば私の家は貧しくてやりたいことがほとんどできない 小学生生高校生までかな専門学校のところから自分で稼いで学費で全部やってたんであのそのお金がない不自由者っていうのは身に染みて分かってるから稼げる自分で稼げて自分で人生をコントロールできるっていうのは最高に幸せなことなんじゃないかなというふうに思っているので。あの 対して稼がなくてもいいんですとか言っちゃってる人はむしろきれい事かなと思っていてじゃあ本当に世間に親のあれもなく旦那さんの保護もなく放り出された時にそんな悠長なこと言ってられるのかなっていうのはと少しだからそういう人はそれで全然構わないからせめてその環境には感謝してほしいなというふうに思ったりしますね。 でそういう人に限って愚痴が多いから <laughs>、うん、ここもちょっとどうなのよっていうのはちょっと苦言を呈したいっていうところですねはい一つ目がだから人生の選択肢を増やせるからこれ一番稼いだらいいと思うところだと思うんですよで2番目は家族に優しくできるこれはですねあの稼いでる人の方が優しくできてますね家族にあの稼いでない人の方がやっぱなんていうんですかね 家族に対して大目を持ちながらとか、なんで自宅教室儲かんないのにやっててっていう、なんかギスギスした関係とかがね、あったりするから、例えば旦那さんと奥さんが両輪で稼げてる方が、お子さんとかとじゃあ、ね、あの、行きたい旅行とかで100万かかったって別にいいじゃないですか。みんなで行こうって言って、海外旅行でも、ちょっと遠方の旅行でもね、美味しいもの食べてとか。 で要は、あのー、その状態をきちんと認めてもらうほどちゃんとやってないから中途半端に稼げなくてもいいんですって言ってる状態で趣味なのか仕事なのかよく分かんないっていう状態で家でやってしまっていると負い目を感じながらやることになるのでまあ、旦那さんに文句言われたり子供からもなんかねそんなのやめてとか言われちゃったりとかするんですよね。だから あのきちんとその理由と内容を取り返してもらって家族にしっかり還元するっていうことですね別にお金で還元しなくてもいいんですよ。それこそお母さんっていう人の役割は家事をやってくれればいいという役割で家族として成り立っててお母さんもそれが大好きっていう人はそういう家庭で全然いいと思うんですよ。だけれども今の世の世中ってて本当に何ががあるか分かんんなくて旦那さんが 一流企業に勤めてるからといってその会社自体があるっていうわけでもなく旦那さんがって言っても何かの都合で例えばね倒れてしまうこととかだってあるかもしれないじゃないですかでそういうことを考えた時に最低限自分が一人立って生きていける要はそれを子供を支えるのか旦那さんを支えるのかっていうこともあるかと思うんですけど、あのー、悪いことはないんですね稼げるスキルを持っていて。 だからそこを躊躇する理由は多分ないっていうふうに思ってます。3つ目が生徒さんに還元できまますす例えば稼いだとしますよねでそのうちのあ「じゃあこれはお楽しみ会だ」とか「これをやったらきっとみんな喜ぶよね」っていう時にはお金をバーンと出してあげるっていうことをするとまたみんなが喜んでまた結束が固まってとか。 コミュニケーションをうまく取れてとか、そのいただくところはしっかり技術の対価でいただくけれどもお楽しみ会とかイベントとかそういうところをじゃあ負担しようと思って返してあげる還元もお金稼いでればできますよね稼いでないとできないんですよそれがだからあの結局お金って回すものなので生徒さんに還元するっていうことも含めて稼いだ方がいいと思ってるんですよね であの税金に関してもあの節税はいいと思うんですけれどもあの極端な節税あんと要はその税金払いたくないからといって稼ぐことを止めるっていうことっていうのは逆にどうなんだろうって思うところはあって節税はいいです、正しい。あの税理士さんとお話しして 税税金を節節約する節税はいいですすす脱税税ははダメですよ脱税は節いいいと思いますでそれによって還元するべき部分は還元をしてだからあの稼ぐっていうことは社会貢献にもなるわけであの何もボランティアで体を使って何かをすることだけがボランティアじゃなくってそれこそわかりやすいところで言うとしっかりあの。 生徒さんに還元するまあ、税金っていうと広すぎちゃうから、まあ、やっぱ身近な人に還元していくっていうところの方が還元した感が多分あると思うのでいいと思うんですよねだからこの3つを考えても稼ぐためのマインドブロックがかかる人はあの躊躇するっていうのは多分自分に言い訳を残したい部分が多いんじゃないかなと個人的には思ってます。 要は稼ぐって決めると稼げなかった時に言い訳ができないじゃないですかかっこ悪いとかあとはそれを言っているとなんかあのお金儲け主義に走ってるみたいなお金儲けって言葉を使わない人の方がきれいめに見えるっていう世間の幻想があるっていうところですよね私はむしろお金好きって言ってる人の方がなんか信じられるっていう感じですね なんか変にお金に対して偏見を持っていたりとかあのうがった目で見るようなタイプの人の方がお金に対して歪んだ目を持っているまあそれは人生観だったりとかあと対人関係とかにもよるところあると思うんですけどねあのがめつく稼ぐ必要はないからしっかりあの入ったお金は還元する。 飛ばす回すっていうことをするっていうのはやっぱり大切なことだなというふうに思うのでそこに躊躇する必要はないでそもそも <laughs> あのそのか稼ぐことがはしたないって思うほどそういうふうに思ってる人は稼げないから大丈夫です安心してください <laughs>、はい、だからあの思いっきり稼いでも別に誰にも何にも言われないっていうことです基本的には。 それは多分大いなる自意識過剰の勘違いだからあの教室業も昔と違って今は稼げる職業になってきたのであ自分が思うように稼いでしかも自分家族生徒さんに還元していくっていう方がよほど健全なんじゃないのかなと個人的には思っています。 はい、といとととうこでで本日のまとめです。自宅教師の先生がお金を稼ぐブロックを外した方が良い3つの理由1つ目、人生の選択肢を増やせるから2つ目、家族に優しくできるから3つ目、生徒さんに還元できるからということなのでぜひ皆さんそのブロックを外して普通にお金を稼いでいけるマインド体質を作っていきましょう。それでは。